久しぶりの朝焼けです。でも梅雨なので夕方にはまた雨が降るそうですが、こんな景色を見るのは久しぶりです。梅雨と台風によって土砂が川から流れ込んだ海の生き物たち、どんな風に暮らしているでしょうか。幸い今日は少しだけうねりがありますが、風はほとんどありません。おや、油かと思ったのですが、そうではないようです。雨によって川から流れ込む栄養素が植物性プランクトンを大量に生み、海の生き物たちの餌となっているようです。あまりに増えると赤潮なんて呼ばれたりします。タコクラゲの仲間でしょうか。きっと下には小魚もいっぱいいるんでしょうね。その時一羽のカモメが、なんだか歌みたいですけど、こっちへ来いとばかりに誘導を始めました。白く点々と見えるのは先ほどと多分同じクラゲの仲間、英名ではブルージェリーフィッシュなんて呼ばれて観賞用になっているほどです。それだけプランクトンが豊富なんでしょうね。まあ海のことは海の生き物に聞けと僕の父が言っていましたから従うことにします。しばらく行くと旋回を始めました。真下にシュモクザメがいます。そういえば周りがパチパチと何かが跳ねているような気もします。もう少し近づいてみましょう。ああ、これ全部魚なんですね。うわーすごい、全部カタクチイワシだ。みんな同じ方向に口を開けてプランクトンを食べています。こんな光景を間近に見るのは小学生の時以来ですから、もう50年ぶりになります。いろんな思いが込み上げてくる光景です。海一面を覆っていたんですね。さっきのカモメ、本当にここを教えてくれたのかもしれません。海ではなかなか説明のつかないことが時々あるのです。きっとスナメリも近くにいるはずです。またカモメが教えてくれました。
こっちにもあっちにもいます。みなカタクチイワシを食べに来ているかと思いきや、これは双子のヨシオとカズオではありませんか。もう夜明け前に食べちゃったんでしょうね。二頭でのんびり遊んでいるようです。僕も混ぜてほしいなぁなんてしょっちゅう思ったりしています。二頭が向かったのは朝のミーティング会場。あれ？時々シュモクザメも混じっていますね。生き物たちは垣根を越えて情報交換をしているのかもしれません。しかしヨシオとカズオはちょっとふざけすぎ。みんなとちゃんと情報交換できたんでしょうか。こっちに気づいてくれたようです。いつの日か一緒に遊べる、そんな日が来ることを夢見ています。二頭とも来てくれてありがとう。ってまだ遊んでる。ヨシオだけがドローンの方にまた戻ってきてくれました。海面から離れない限り後をずっとつけてきてくれます。でもバッテリー切れです。帰ってみるといつの間にか久しぶりの青空に。海の色も変わってきました。今度はプランクトンではなく赤エイです。こちらも集団ですが、今のところこれもこれも全部メスのようです。初夏を迎え、間もなく出産のはずなんですが、そうか、みんな表層にいるカタクチイワシを狙って浮いてきたんですね。たくさんの赤エイが上がってきました。中の一尾を追いかけていくと、さらに浅い方へ向かいます。海底で何をしてるんでしょう。砂が巻き上がっています。どうやら潜っているゴカイや魚やカニ、貝などを探して食べているようです。背中が大きく膨らんでいるのは赤ちゃんがいる証。出産を控えて体力をつけているんですね。まるでお人形さんのようにお母さんを待っている子供がいます。お母さんはカタクチイワシを取るのに夢中のようです。お母さんの食事が済まないと授乳をしてもらえません。いつもの
親子がやってきました。もう食事は済ませたようです。二頭でのんびり楽しんでいます。おや、大きなオスが一頭、何か呼ばれたように振り返りました。どこへ行くんでしょう。子供に呼ばれたんですね。お父さんだったのか。でももう用がないと子供はお母さんに授乳をしてもらいに行きます。授乳が済むと母と子のスキンシップが始まります。こちらを確認しながら、まるで見せつけるように仲良くする二頭です。お父さんが仕方なくドローンの方にやってきました。右のおでこに黒い筋があるのですぐわかります。遊んであげてもいいけど、またおっぽで叩かれるのは嫌なので少し離れさせてもらいます。ごめんねお父さん。実はこれを8分の1スローで撮影していたのです。 4K と違い 2.7K なので色味が少しだけ違いますが、動きがよく見えます。底面についているので、ドローンのカメラのように目標物を正確に捉えることはできませんが、それでも改善したおかげでかなり映るようになりました。流線形の形だけでなく、背中の細長いキールと呼ばれる部分が整流効果を生んでいるのがわかります。お母さんもあれだけ激しく呼吸をして水の中に入るのに泡がほとんど立ちません。高飛び込みの選手なら満点です。やっぱり海の生き物は海の生き物ですね。当たり前か。よく見ると赤ちゃんが体を抱いているときは、お母さんは尾を動かすのをやめているんですね。これから始まる仲が良すぎるスキンシップは少し黙っておきますね。
おお、まともに赤ちゃんが背中におんぶされている映像がここまで綺麗に撮れたのは世界で初めてかもしれません。なかなか撮れないんですよこれ。8分の1スロー、やっぱりすごかったですね。あ、そうだ、一頭だけにされたお父さんが悲しそうにドローンに近寄ってくる様子もしっかり映っていました。なんだかうなだれているようにしか見えません。実はこの時何度離れてもまた来てしまうのです。僕は海面から親子や他のスナメリも見たかったのですが、お父さんが真下に来てしまうので、以前尾で叩かれたことがあって要注意なんです。というわけで、そろそろおいとまを。お父さん、さよなら、またね。さっきから何度も登場していますが、生まれたてのシュモクザメの赤ちゃんがたくさんいます。今年は多分すぐ近くの沖合で生まれて湾の中に入ってきたんでしょう。見事に海に溶け込んでいます。でも早くしないとカタクチイワシたちは潜っていってしまいます。さっきから時々見えるプランクトンが集まると赤潮となります。これが海を覆ってしまうと大変なのですが、この程度であれば海にとっては大きな恩恵となるのです。しかしこれが人間の作った網やいけすの中に入り込むと、中は無酸素状態に近くなり、生き物たちは死んでしまいます。外海にはまだカタクチイワシが跳ねていますが、人間が作った
防波堤の向こうは、台風対策や海水浴にはいいでしょうが、多分赤潮が入り込んだのでしょう。ここにあったアマモたちは日光を遮られ枯れてしまったようです。でもよく見ると根が残っているようなので、きっとまたすぐ復活するでしょう。いかがでしたか？今回は梅雨の合間の海を観察してみました。海の中の様子はまた前後してしまいますが、この一つ前にありますので、ぜひご覧ください。ではまた次回。